この動画ではいろいろな分布の中でも最も重要な分布である正規分布を学習します。正規分布とは確率密度関数がこの fx の式になっているものです。シグマと μ の2つのパラメータを持つ確率分布です。係数に π が出てきたり、それから e の方にたくさんの式が載っているようなちょっと複雑な関数になっています。 ノーマルディストリビューションの頭文字 N を用いて Nμ シグマ2乗と表します。また正規分布と呼ばずにガウス分布と呼ばれることも多く、これは数学者ガウスにちなんだもので、ガウスが測定誤差に関する法則を誤差理論として確立したときに誤差が従う確率分布として正規分布を発見したことに由来します。 確率密度関数 fx の形はこのような山型をしています。形からベルカーブとか釣り金型と言われます。日本の釣り金ではなく外国のカニの形に近い形になっています。また、帽子型と呼ばれることもあります。グラフの形と一緒に関数の特徴を合わせて確認してみましょう。まずは関数は 単方な関数、つまり山が一つの関数になっています。一回微分が0になるところ、これが最大値になりますが、これは x イコール μ の1点です。この x イコール μ を対象の軸として、左右対称な形をしています。それから μ からプラスマイナスシグマだけ離れたところが変極点になっています。 この部分が偏極点です。μ プラスマイナスシグマの点で F の2回微分が0になることが確認できます。あとは X イコール μ の点の値がどのくらいの値とか、それから裾の部分は結構0にくっついているといったところを知っていると、計算の時に大体の概算が暗算できたり、 計算ミスが防げたりして便利なので頭に入れておいてください。それから正規分布 nμ σ2 乗の期待値は直感通りの μ、そして分散は σ2 乗です。n 括弧の μ、σ2 乗のところで、σ と書かずに、σ2 乗と書くのは重要な統計量である平均と分散を並べているためと考えられます。 平均が0、分散が1の正規分布は標準正規分布と呼ばれます。確率密度関数は少し簡単になってこのようになります。この正規分布の確率密度関数を正確に暗記する必要はなく、大体の形、e の型にマイナスの x の2乗が乗っているとか、そのくらいのところをざっくりと覚えていれば十分です。 必要になった時にはテキストなどを参照して式を確認してください。それから分布関数は x までの定積分ですが、これはこのような感じでしか書くことができません。積分を計算して初等関数で分かりやすい形に書ければいいんですが、それができません。分布関数はこのように綺麗な S 字型になります。 最後は1年収束します。それから正規分布の場合はちょうど μ のところ、つまり真ん中で分布関数の値は0.5です。